この5メートルのストロークをねしっかりと使っていただきましたあまし大久保佳代子さんですこんばんはお願いしますさあ執事の皆さんとともにねお越しいただきましたけれども、ね、あのー、この番組執事がいてですねこちらがいつものアイアムのだとアイアムノです、はい、あ皆さんアイアムノダご存知ですか知ってるって方知ってるって方挙手をお願いしますあ見事なゼロあ<ー>あ すいませんあのコントの大会で2位だったんですけども、島 <laughs> というね <laughs>、ええ、<laughs> あもうしょうがない、ちょっとご挨拶がてら、<laughs> ご挨拶がてらね、はい、ちょっとアイアムのあのを、はい、ちょっと時間いただいてよろしいですかあそちょっとだけ、<laughs> すみません、じゃあ、あの一発ギャグを、はい、いきまますす <laughs> 伸びてまーす <laughs> はい、ありがとうございました。<laughs> あ、この絶好調です。今日絶好調、調子がいいですけどね。さあ、ではイベント進めてまいりますけれども、はい。そういうことですね。ご準備長財団いい女の条件のメンバーの皆さんとともにお越しいただいたということでして。そうなんです。あのこちらの二ですか紹介させていただいて、こちらがリーとマルコです。二人は今日も X X L。Yes Queen。No。 ク,クイーンですか。クイーンです。です<ら>これ映画の中でもですね、あの男のこのイケメンマッチョが女性のことをクイーンとこうあがめてくれるところがもう盛りだくさんあるんですね。はいはい、気持ちいいです。<laughs> うん、ねもうすでに映画ご覧になってますけれども、ズバリ見どころどんなところでしょうか。うん、エナミは今日は XXL <や>。いや。ごめんなさい、ね。答えないけど。降 <laughs> <laughs> ると絶対帰ってくるし違う。お前じゃないんだな。 ままあまあいいでしょう <laughs> 映,画映画の見どころです本当に私も見たんですけど私あのちょっと疲れて帰るとですねエグザイルのライブを見るんですねでエグザイルっていうのはあの裸にベストであのすっごいなんか汗かいてえ踊るのいやらしい目で見るというのが私のストレス発散なんですがもうそれそんなん屁ですもん。 それを上回るマッチョのイケメンの肉体美がゴリゴリの肉体がですねもう腰を中心に動き回りますのでこれはもう皆さん女子会でぜひ見ていただきたい。もう終わりにはですねおそらく皆さんシートが ビチョリンンコでですよ女性ホルモハンカチなんなら引いてみてくださいね、本当にもう大変なことになりますから、女性ホルモンがね、そうですね、ますこれは本当に元気になります。本当にリズミカルで、肉体美ももちろんですけども、もうね、大ヒット間違いなしというような期待が膨らみますよねもちろん肉体美もそうですけど、映画としてもテンポがあって、なんですか、車で走る映画、なんていうんでしたっけ、ドライビングムービーのやつ、その映画でしたっけ、これ。 そういうスピード感あるね <laughs> そ,そんな映画ですもん面白いです、見ててね。というわけです、ね、本日はその映画「マジックマイク XXL」公開記念、はい、フジテレビプラストークバラエティー生いい女の条件をこちらで行いたいと思います。 なんて下品な番組なんでしょうストトレーなパソコンサイズでしか見たことなかったですけども大画面で見るとますます引きますななでか組ギリギリを攻めてるコンテンツだと思うんですけれどもこの「いい女」の条件ではこれまでに松下奈緒さん奈緒さん高岡早紀さんなど極上の美女たちと対談してさらにいい女へと大久保さんが導いていったと。 はい、いうことですけれども、ええ、特に印象に残ってらっしゃるゲストの方はあのー、まあ、皆さん意外とネットということもあるし、あのちょっとちっちゃいハウススタジオでね。うううううなんかやってる？安心感なのか、本当にいろ喋いろってくれるんですよ。はい、で、1番印象に残っているのは七尾さんが七尾ポーズって分かります。あの後ろ向いてそうですこれですね。これ、これを目の前でやってくれた時の圧巻ぶり。<うわ> <laughs> もう、まあまあ、天までそびえ立つような。もう七尾の七尾ちゃんがもうね、本当にぼうという感じで、こうね。浮かび上がってくるんです。いや、本当に。いや、僕もマジカルお尻がもう目の前にある感じですね。そうですよね。七尾さんのお尻ですよ。<laughs> そうですよ。わかりますか、皆さん。ごめんなさいね、気持ち悪いでしょ <laughs> ごすごいんですよ。これがそ。そういうの、まあ、やってくれたり、あと高岡早さんなんかは。 まああのー、すごいミニスカートを履いてらしたんですけど。うん パンツを1ミリも見せないように足を組むという技を目の前で披露してくれてまあちょっと体型が違ったんでなかなかできなかったんですけどそういうのをなんか気軽にやってくれるところがこれまたいいいんじゃないですかね女優の皆さんにそうさせてしまう空気感がそうですね私若干、皆さん私のことをばに小バカにした感じで見てる感はありましたけどまあそこ隙を突いてでいろいろ話していただけてるんでいいかなと思いますぜひ見てほしいですけどね。 特にその番組の中でここは注目だという、うん、見てもらいたいというところはどこでしょうか。えっと今までで。はい。ちょっと今それ言ったんだけどもう一回。も回います、ね。例えば今配信中で言うと。配信中ね。はい。さあそれ言ってくれない。配信中。<laughs> はい <laughs> 今あの日村さんバナナマンの日村さんの彼女はっきり言いますね私の予想ですと今年中に結婚すると思うんですけどラッシュですからね私の予想ですよあくまで憶測ですよ憶測なんであの書かないでくださいねあの彼女がなんでしょうね本当にまあいい意味で天然というかいい意味でなんつうか基本的に 何度もこの番組の中でも言ったんですけど人として人間としてダサいと <laughs> 人間がダサい人としてダサいってことを永遠と言ったんですけど、まあ、ある意味純粋で真面目なんでなんか聞いたことを全部答えてくれ、ねね、だから日村さんとの,その裏話こういう時に写真を撮られてしまったとか、うん、何かあの表でコメント言わなきゃいけないと日村さんと、うん、そういう時に実は日村さんに相談してて二人でまあコメント考えてるんだよみたいなことまでちょっといろいろ喋ってくれてるんで。 まあ、そこのカップルに興味ある方はぜひ見ていただけたら。<laughs> <laughs> あの、面白いんじゃないかと思いますけどね。でも、一言一言が本当ネットニュースにすぐ上がってしまいそうな。いやそうなで、ね、今日なはず。でも、今日ね、ネットニュースに10個上がることを目標に。大サービス。ビよろしくお願いいたします。<laughs>